川崎、ロッキード P-2J、大和市川崎 P-2J4761 号機、P-2J は、海上自衛隊が運用していた、対戦哨戒機。ロッキード車の P2V-7 を元に機体を、拡張、エンジンを換装して、搭載システムを P-3A と、同水準まで更新したものである。海上自衛隊では、潜水艦がその性能を、 在来型から原子力型へと移行する大きな変革の時代に主要な対戦兵器の一翼を担って不滅の足跡を刻んだ栄光の対戦障害機であったと評されている。海上自衛隊では1956年に米海軍からのマップ供与によって p 2ト7の取得を開始した。同期はその後国産化も図られて、 第一次防衛力整備計画の時点で S2 階から1とともに固定翼対戦部隊の主力を構成していた。しかし同期は海上自衛隊として初の本格的対戦哨戒機として高く評価されたものの水中高速潜水艦の普及や原子力潜水艦の登場など潜水艦の性能が急激に向上していた当時にあっては すでに搭載装備機器の水中捜索能力不足が懸念されていた。機体の飛行性能はなお有用性を保持していたものの、数字にわたる改良の結果、すでにこれ以上の装備強化は困難となっていた上に、搭載エンジンのアメリカ本国での生産も終了していた。また1962年にアメリカからの資料提供を受けて p 2ス7と、 S2 回から1の太陽明数を検討した結果、P2V-7 は昭和50年度までに、また S2 回から1は昭和45年度までに前期が太陽明数に達することが判明し、後継期の検討が勝利の急となった。この検討では、米国の P-3A、NATO のアトランティック、日本の YS-11 改造型、 そして P2V-7 改造型の4機種が素状に乗せられた。このうち P-3A とアトランティックは高性能機ではあるが P2V-7 改造型に比して経済性に難点があると判断された。一方、YS-11 改造型は飛行性能が不十分であり、改造のための設計変更には新機種開発と、 同程度の工数を必要とする難点があった。これに対し、P2V-7 改造型であれば、エンジンのターボプロップ化や、胴体の延長など、一定の解説系によって、水中捜作能力及び、戦術情報処理能力の向上を図ることができる。上に、基本設計は、P2V-7 を踏襲することで、増収設備の多くを流用でき、製造。 維持コストの低減も期待できた。当初は海上爆量幹部の航空機修理費で1から2機の p 2ス7を回収して試験する予定だったが、海上爆量幹部と技術研究本部の共同研究によって開発要素が意外に多いことが判明し、技術研究本部が改造施策を実施することになった。1964年3月には、 対戦機搭載装備品調査団が派兵されて、アメリカ側より多くの助言を受けて要求性能が策定された。そして、昭和40年度で p 2ト7 1機の改造費約6億3730万円が認められた。P-2J の機種蒸気の経緯により、基本設計は p 2ト7のものを踏襲しつつ、機体を 1> 約1.27メートル延長して、戦術航空士の席を追加するとともにフライトデッキの対戦機器搭載能力を増加し、またフライトデッキの通路部分を約30センチ下げて搭乗員が立って歩けるように変更された。また、湿度の高い日本近海において電子機器の性能を維持し、搭乗員の居住性を改善するため空調装置も設置された。 一方、操縦計については、かなりの改正が加えられた。方向打の面積を20%増加するとともに、操打角度をプラスマイナス21度からプラスマイナス25度に変更し、トリムタブの他に、操打力軽減のためにスプリングタブを新設した。また、日本人の体格に合わせて、方向打のフットペダルの軸を手前に移動させることで、 最大打角時の左右足掛けの高さの差を縮小した。P2V-7 の場合、通常の重心位置で着陸時の引き起こしの際にバリアブルキャンバーを作動範囲いっぱいアップ側に操作し、さらに操縦桿を引き起こさなければ満足な着陸はできない得意な航空機であったのに対して P-2J ではこれらの設計変更によって重心最前方バリカムレード 速力110ノットで侵入しても十分に機種を起こしうる正常な航空機となっておりガスタービンエンジンへの換装によりエンジン出力の操作が簡単になったこともあって操縦操作は p 2ボルトマイナス7に比較して極めて容易となったまたフラップと一体構造となっていたエンジンナセル交換が分離されナセルの排気口付近のフラップ仮面にステンレススチール板を貼って 耐熱性を強化した。このかジェットポット、レドーム及び、電気系統も、新設計とされたほか、重量増とエンジン排気管の変更に対応して、主車輪は、シングルタイヤから、直径の小さいダブルタイヤとなった。T64IHI-10E 及び J 3、J3IHI-7CP2V-7 で、 主エンジンとして搭載されていたライト R-3350 から 32W レシプロエンジンは、すでにアメリカ本国での生産が終了しており、交換エンジン等部品入手が今後困難になっていくと予想された。また、対戦機器の強化のために自重削減が要請されたこともあって、本機の開発にあたってターボプロップエンジンに変更されることになった。主エンジンとしては、 アリソン T56 やロールスロイスタイン、そしてゼネラルエレクトリック T64 が候補となっていた。T56 やタイは4から5000馬力級と馬力は高いものの、その分燃料消費量が多く、航空機の重量増につながることが懸念された。これに対し T64 であれば、出力はやや低いものの、エンジンそのものも軽く、 また燃料関係も潤滑油関係も軽くなることから、これだけで P2V-7 と比べて1万ポンド程度は、自重を軽量化できると算出され、こちらが採択された。なおプロペラは4枚バネから3枚バネに変更されて、直径が約10センチ大きくなった。また補助エンジンも J34B-36 から、国産の J3IHI-7C に、換装された。 機体構造が P2V-7 のものを多く踏襲したのに対し、搭載装備品は一新されており、特に水中捜索能力及び戦術情報処理能力の強化に重点を置いて、米海軍の P-3A を基準に当時の最新レベルを目標とした。1966年にノーフォークに派遣された、ナクラ・タダーキ1位は P-3A の 航空対戦戦術を習得して帰国し、これに本機の特性を加味して対戦戦実使用量が完成された。特に画期的と言えるのがジェジベル戦術のための新型装置であるアン赤マイナスモソナー情報記録装置であった。海上自衛隊ではすでに P2V-7 の一部に初期のジェジベル装置を搭載していたものの、性能も搭載機も限られていたために、 ことはじめの息を出なかったのに対して本機で搭載されたシステムはもともとは PS-1 への搭載用としてアメリカ海軍から提供された最新機器であり運用は飛躍的に拡大された。これはその部位からの音響を極めて低い周波数帯で連続して周波数分析し表示装置に時間経過とともに描かれる分析結果の 特性を解析することによって潜水艦を探知するものであった。すなわち、本戦術の実施には水中音響学、統計学的な解析が不可欠であった。P2V-7 でジュリー戦術を導入した時点で、すでに対戦戦における数理統計的な発想の重要性を意識する方がは生まれていたが、本機でジェジベル戦術を本格的に実施するようになると、 確率論に立脚した論理展開の風潮が固定翼対戦部隊に広く定着していった。ただし、後に配備された A、ニューシステム搭載の P-3C と比べると自動化、システム化が不徹底で過渡期的な構成であった。また、ジェゼベル戦術では広い海域にわたって配備されたその部位の信号を受信するとともに敵潜水艦からの察知を避けるためにも かなりの高高度を飛ぶことが望ましく、通常の紹介高度が1 1500フィートであるのに、対して P-3C では1万5000フィート程度を飛行していたが、本機では余圧がないため、酸素を吸いながらでも1万2000フィート程度が限度であった。そのような制約があったとはいえ、本機のジェジベル戦術の威力は絶大であり、後の 第四次防衛力整備計画で建造された新鋭潜水艦との対抗演習において完全に対戦部隊を振り切ったと確信した潜水艦に対して模擬攻撃を成功させて潜水艦即に今回の経験は我が潜水艦部隊にとってビスケーワンの教訓以来の一大事であると言わせるほどであったこのほか、レーダーも案 APS-80 に更新されて、性能は大きく向上した。一方、逆端装置としては、HLR-101 が搭載されたが、こちらは、あまりかんばしくなかったとされる。マットは、h s 9 1 0 1が搭載された。また、四次方の P-2J4748 号機、以降の機体は、搭載電子装備品のソリッドステート化が推進され、 性能及び信頼性の向上と小型軽量化が図られ、搭載電子機器44品目のうち80%を乾燥した。さらに56年度以降で DeFi その部位の搭載に対応した近代化改修が実施され、ジェジベル負荷装置を装備して、その部位信号の処理に方位測定機能を加えるとともに、自動実短保証装置を改良した。一方、 従来の機体では、ジュリー戦術にも対応していたが、これは廃止された。これらの機体は、d ファー機と通称され、従来の機体に比べて、パッシブ捜作及び位置極限能力が大幅に向上しており、比較的新しい機体20機を対象として、定期修理時に回収を実施した。川崎 P-2J 上面及び、側面図出典石川2003。 水野2003証性能武装第3次防衛力整備計画において P-2J46 機を整備する方針が国防会議で決定され、そのうち昭和42年度予算で13機の生産が認められた。量産型初号機4702号機は1969年9月30日に領収し第51航空隊に配属され、 量産型の飛行性能及び飛行特性の試験、偽装品及び装備品の機能試験、対戦能力の試験等を実施し、量産型の性能を確認するとともに運用に必要な資料を収集した。同航空隊では本機の導入にあたってオペレーションズリサーチのマルコフレンサモデルを応用した分析を行うとともに、その後、1965年から1985年に かけて、対戦オペレーショナルデータの収集、統計分析を精力的に実施した。その成果は、オペデータ集として発刊されて、各部隊に配布され、パシブ対戦戦の黎明期において、貴重なデータ集として活用された。これらの試験の結果を取り入れながら、生産は、ほぼ順調に進み、1970年1月に2号機を、領収した。また昭和十七年度から始まる。 第4次防衛力整備計画において36機が調達され、合計82機が生産された。1970年4月より第一航空隊への配備が開始され、1年3ヶ月かけて P2V-7 から P-2J への機種更新を終えた。また昭和47年度からは、教育航空集団霊下の第203。 教育航空隊への配備が始まり、1973年7月から P-2J による教育が開始され、昭和51年度をもって P2V-7 による実用機課程の教育は終了した。また、1974年2月16日付で、総教空軍の霊下に航空士教育を担当する第205教育航空隊が新編された。これと、 並行して、機種更新も進められており、第2航空隊、沖縄航空隊、第203教育航空隊、第205教育航空隊、第3航空隊、第4航空隊の順に、機種更新が行われ、昭和53年度に P-2J の生産は終了した。昭和53年度末には、保有機数82機5個航空隊、2個、 教育航空隊の前世紀を迎えたが、昭和57年度から P-3C の部隊配備が始まり、59年度以降は、毎年1個航空隊のペースで P-3C への基地転換が進められ、61年度から逐次対応名数に達して除籍が始まった。一方、教育航空隊の改編も推進され、1987年12月1日に、 実用機課程の教育を担当する203教ゾラが廃止され、P-2J の教育は終了した。廃止された第203教育航空隊を母体にし、空軍令下に第7航空隊が新編され、この部隊が P-2J 最後の運用部隊となった。1994年5月22日、P-2J の最終号機4783号機が、 P-3C2 機を随伴し、最後の変態飛行を行った。総飛行時間は617,861時間であったが、この間、1機の機体も、1人の人命も失うことなく、全機が使命を全うしており、世界に類いのない快挙と評された。状態の良いエンジンは、航空自衛隊の YS-11 に搭載するため 10J に回収された。 アップマイナス -2J 多用時多用時、編集53年度から59年度にかけて4機がアップマイナス -2J 多用時に改造された。艦艇部隊を支援する訓練支援機と電子戦データ、収集機に対別され、下機のように、それぞれの機体が用途に応じて異なったシステムを搭載した。アップ二 j 百六十一号機ファイアビー、高速標的機発進装置と、 スリーブ型ターゲット栄光装置を搭載し、さらに艦艇搭載用電子戦機器の評価用に、対艦ミサイルを模擬したミサイルシーカーシミュレーター装置も装備した。アップ -2J9162 号機スリーブ型、ターゲット栄光装置のほか訓練用電波妨害装置とデータレコーダーを装備し、艦艇のレーダーに対し電波妨害を行うことで、 艦艇部隊の電子戦訓練を支援する機能を保持した。アップマイナス -2J9163 号機及び9164号機、外国艦艇等の電波処元等を収集するための電子戦データ収集装置を装備した。1983年3月30日、第31航空軍令下に第81航空隊が編成されると同時に、 これら4機のアップ -2J は岩国航空基地に移動した。その後、標的栄光機は U-36A、エリント機は EP-3 に更新されて、1991年12月までに運用を終了した。実験機、編集防衛庁技術研究本部が P2V-7 の可変特性研究機の機能を P-2J に移設した機体が一機存在した。 第51航空隊に配属された、テストパイロットの教育に使用された、P-2J アップ -2J ベッサ、可変特性実験機、西部警察パート3地方ロケ福島編に、防衛隊の紹介機として登場。大鉄人17第12話に、国際平和部隊の対戦紹介機として登場。2機が、ブレイン島の基地があるとされる、山岳地帯への総攻撃に投入され、 ロケット弾を2発ずつ発射する。作中には実物の射撃シーンが映されている。日本沈没空中からの地質探査に活躍する。ありがとうございます。